ヒラコテリウムは死神よに北アメリカ大陸及びヨーロッパ大陸に生息していた哺乳類。原正する馬化動物の最古の祖先と考えられており、エオヒップスという別名でも知られている。和名はアケボノウマ。1838年にイギリスサフォーク州の河畔で葉の化石が発見されたのを最初として翌1839年にもイギリス南部の海岸で 同じ特徴の歯がついた頭蓋骨の化石が発見された。これらはいずれも新種の動物のものであると考えられたが、鑑定を行った生物学者のリチャード・オーウェンは、当初この化石を馬化動物のものであるとは考えず、頭蓋骨の特徴、木の位置、歯の形状などから岩田抜き化に属するハイラックスに近いと判断し、1841年、 ハイラックス様の獣を意味するヒラコテリウムと名付けた。以降もヨーロッパで同様の化石が発見されたが、いずれも断片的なもので馬化動物との関連付けは行われなかった。しかしその後北米において系統的な馬の化石が次々と発掘され、さらに死神夜の地層から全死4本、甲死3本の指先に蹄めを持つ生物の全身骨格が発見された。 これに対して1876年にオスニエル・チャールズ・マーシュが死神よの馬を意味するエオヒップスと名付けた。さらにエドワード・ドリンカー・コープによってエオヒップスが北米最古の馬化動物であることが断定され、またヒラコテリウムの化石との比較により両者が同一の動物であるとの主張を行った。この説は広く受け入れられ、さらに研究が進んだ今日ではヒラコテリウムは うまかさイコの動物であるとされている。なお、名前については、エオヒップスの方がより生物自体の位置づけをよく表していると評価され、一般向け書籍などでは広く使用されているが、命名順の優先により正式な学名はあくまで、ヒラコテリウムとなっている。全身骨格のレプリカ主に北アメリカ大陸とヨーロッパの森林地帯に生息、体高はおよそ20から30センチメートルと、 現在見られる馬化動物と比較すれば非常に小型である。骨格では、椎骨の発達が特に顕著であり、背から後むくろにかけて強大な筋肉が備わり、優れた走力で捕食者から逃れていたと考えられている。また前肢4本、腰3本の指は、本来5本であったが、進化の過程で、前足の第一子及び腰の第一子と、 第五子は退化し、完全に消失したとみられる。植生は草食で、高校正面手前からいずれも小型の摂子、剣子、小球子、大球子を備え、木のワカメや草の実など柔らかい植物を摂取していたと、される。生息域や植生から、各個体が独自のテリトリーを有する単独生活者であったと、推測されている。また、これらの特徴は、初期の木、 ヒズメ類全体に見られるものであり、ヒラコテリウムは、馬か動物のみならずき、ヒズメ目全体の原型であるという見方もなされている。もうこの馬。ヒラコテリウムよりも顎が巨大化し、獅子は完全にヒズメ一本で支えられている。死神夜の前期を過ぎると、ヨーロッパにおいてヒラコテリウムは姿を消し、生息域は北アメリカ大陸に限定されるようになった。 以降の進化の過程において、徐々にその体は、大型化し、第2.4子の大化と第3子の強大化、摂取の扁平化と化学骨の大型化などが見られるようになっていった。しばらくその進化は一本の系統で続いていたが、全身予中後期に発生したミオヒップス以降は、気候の変化による森林地帯の減少に伴い、そのまま森林に止まったアンキテリウムと、 新たに広がった草原地帯に生息域を移したパラヒップスとに分子した。これらの一部は北、アメリカを出てユーラシア大陸へと生息域を拡大したが、アンキテリウムは中心予行期に絶滅し、以降はパラヒップスの系統において草原での進化が続けられた。草原域に生える硬い繊維質の植物を摂取するため、葉の交合面は強固なすり球状となり、 科学骨は、さらに巨大化した。また、中心与中期に現れたメリキプスの獅子においては、平坦な地面をかけるために、第2.4死の体化がさらに進み、第3死のみで全体重を支える形となった。この頃には、体高は、約1メートル程度まで大型化している。その後、高深夜に至り、北アメリカ大陸において、原生馬科動物の直接の祖先となるエクスが、 登場、ユーラシア大陸、さらにアフリカ大陸へと広がり、各地でそれぞれに姿を変えていった。なお、馬に関しては、北アメリカ大陸においては8000から9000年前頃に原因不明の絶滅が生じ、17世紀にヨーロッパ人によって、再び持ち込まれるまで存在しなかった。ありがとうございます。